クーガーヘリコプターズ91便墜落事故は2009年3月12日にカナダのニューファンドランド島付近で発生した航空事故である。セントジョンズ国際空港からシーローズフープソへ向かっていたクーガーヘリコプターズ91便がメインギアボックスの故障により大西洋に墜落した。乗員乗客18人中17人が死亡した。事故機のシコルスキー S-92A は製造番号92048として2006年に製造された。搭載されていたのはゼネラルエレクトリック CT7 ターボシャフトエンジンで2007年4月12日からクーガーヘリコプターズの機材として登録されていた。91便はセントジョンズ国際空港から 315km 離れたシーローズフープソまでを約90分で結ぶ定期便だった。乗客はホワイトローズ油田とハイバーニア油田で働く労働者だった。機長はマシュー・デイビスで副操縦士はティム・ラヌエットが務めていた。NDET9 時40分、パイロットは管制官に油圧を喪失したことを伝え、メーデーを宣言した。9時48分、91便はセントジョンズ国際空港へ引き返す途中で大西洋に墜落した。墜落から25分後、パル航空の航空機が反転した状態で浮かぶ機体を発見した。残骸は、その後、水深178メートルの地点に水没した。事故当時の天候は良好で、水温は0度、波の高さは2から3メートル、風速は20ノットだった。洋上飛行を行うヘリコプターでは、不時着水後の低体温症を防ぐため、サバイバルスーツを着用することとなっていた。しかしサバイバルスーツの非常用位置指示、無線標識装置から送信された位置情報は受信されなかった。91便には18人の乗員乗客が搭乗していた。唯一の生存者は骨折などの怪我を負い重傷で、セントジョンズの病院に搬送された。生存者の捜索には、カナダ軍、カナダ沿岸警備隊、パル航空などが当たった。カナダ運輸安全委員会は、2機のローフを搭載したアトランティックオスプレイを使い残骸の回収を行った。機体は横倒しの状態で胴体下部にはほとんど損傷がなかった。しかし他の部分は大破しており、残骸の回収は困難を極めた。そのため、まず乗員乗客の遺体回収が優先された。ローフで撮影された映像から、機内に10体から13体の遺体があることが判明した。3月14日から15日にかけて9体の遺体が回収された。3月17日、TSB はフライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーに加えてすべての遺体が回収されたと発表した。回収された FDR と CVR はオンタリオ州のオタワに送られた。3月18日、91便の残骸を乗せたアトランティックオスプレイはセントジョンズに帰還した。3月19日までに残骸は 80% が回収され、3月26日までには 95% が回収された。回収された残骸にはチタン製のスタッドが含まれており、TSB はこれをギアボックスのオイルフィルターアセンブリだと判断した。このスタッドに関して、機体の製造会社のシコルスキーエアクラフトは推奨事項を発行していた。これは2008年8月にオーストラリアで発生した緊急着陸を受けてのもので、スタッドを1年、または飛行時間1250時間を目安に交換するよう推奨していた。3月21日、連邦航空局のレドアは、アメリカで登録されている S-92 のスタッドを交換する、要対空性改善指令を出した。FAA は、以前にもギアボックスに関する対空性改善指令を出していた。3月23日、シコルスキーは交換用のスタッドを S-92 を保有する航空会社に配布し、91機のうち50機で、交換が完了したと発表した。FAA は交換が完了していない S-92 の飛行を停止し、追加の緊急対空性改善指令を出した。3月26日、TSB は会見で油圧の喪失は、スタッドの破損が原因である可能性が高いと述べた。最後の瞬間、91便は毎分1000フィートの降下率で海面に激突した。また分析から墜落時には20グラムが生じたことが判明した。S-92 は2003年に潤滑油の喪失を想定したテストで不合格だった。その後、潤滑油の流出が起きやすいオイルクーラーの設計を見直し、テストをクリアした。この時、潤滑油の喪失が起きる可能性は約1000万飛行時間に1回と計算されたが、これは全ての流出がオイルクーラーから起きるという仮定に基づいていた。オーストラリアでの事故や91便の事故では、潤滑油の流出はオイルクーラーで生じたものではなかった。2009年6月16日、FAA は追加の耐空性改善指令を発行した。潤滑油の喪失によりメインギアボックスが故障した際の緊急手順を明確にするようシコルスキーに求めた。2009年6月18日、TSB は中間報告を発表した。調査からパイロットが不時着水を行おうとしていた可能性があることが判明した。墜落時、メインローターは回転していたが、テールローターはギアが大きく損傷していたため、停止していた。高度500フィートでメインローターは停止されていたが、緊急浮揚装置は正常に機能しなかった。2009年10月23日、欧州航空安全機関は、北海で運用される S-92 のメインギアボックスの取り付けボルトに亀裂が生じていたことを受け、耐空性改善指令を発行した。2011年2月9日、TSB は最終報告書を発行した。報告書では、墜落原因として16個の要因が挙げられた。事故後、クーガーヘリコプターズは、最大飛行高度を7001フィートまでに制限した。2009年6月、生存者と遺族らは、機体の製造元であるシコルスキーとその子会社のキーストーンヘリコプターコーポレーションに対して、訴訟を起こした。7月14日、代理人は訴訟を取り下げたことを発表した。2010年1月5日、シコルスキーの弁護士は生存者と遺族らと和解したことを明らかにした。2009年10月19日、元ニューファンドランドラブラドール最高裁判所判事のロバート・ウェールズが率いる公開委員会が公聴会を開始した。生存者のロバート・デッカーは11月初旬に証言を行った。遺族などは公聴会で質問を行うことを許された。2010年11月17日、委員会は報告書のフェーズ1を石油委員会に提出した。また、フェーズ2は2011年8月15日にシーナロップ部へ提出された。2010年6月、クーガーヘリコプターズと保険会社はシコルスキーに対して訴訟を起こし、2500万ドルを超える賠償金を支払うよう求めた。クーガーは S-92 が油圧を喪失した後の飛行性能に関してシコルスキーが偽って伝えたと主張した。また、オーストラリアで発生した重大事故についてシコルスキーが各航空会社に通達しなかったと述べた。シコルスキーは法的手続きをコネチカット州で行おうとしたが、裁判所がこれを却下した。2011年11月、両者は法廷外で和解した。ありがとうございます。